昨年煽り運転で逮捕された宮崎文夫被告が懲役2年6ヶ月執行猶予4年の判決になりました。クソやな、ありえねえマジで、一生刑務所に入っとれおんどれや。お、うん、よけろや、この頭が目に入らんかい。あれ、宮崎被告とお揃いじゃないですか、髪型。あ、ほんまや。